とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりにタワー20周やっていこうと思います。シーズン始まって初めての20周ですね。気合を入れていきましょう。いいもの頼むよ。久しぶりに回ったらなかなかきつかった。長いね。長いよ。いや、装備はなかなかいいのが出てるぞ。フルメタル。でもまあ、ついてないんでしょ、どうせ。ほらね。これじゃあ使えません。サブ、リュウ、イングもダメか。あ。いや、よくないな。サブリュウイングのね、ロールチャージ付きはなかなか強いんだけどね。オーバーチャージもついてる。一番右がね、あ、でもまあ、そうか。スーパーチャージじゃなしに、オーバーチャージプラス、クリティカルで3倍。面白くはあるけど、でも黄金がね、ダイナモ1か。いまいち。普通に使うのはいいかもしれないね。輝き3つけて、衝撃波旋風と、でも重力欲しいんだよな。まあまあまあ、出だしは悪くないんじゃないですか。うん、悪くはない。ダイヤモンドのツルハシにしときましょう。2回目、重力が突き出したね。うん、黄金にはね、重力ついて OK よ。いやいや、でもね、いらないやつもあるんだな。できればリフレッシュさんがついてくれれば嬉しい。どうだ。下は悪くない。ただ黄金が良くないね。こっちもいりませんね。次だ。3回目行ってみましょう。今回は防具だらけだけども、亀はちょっと、ダメだな。256。こっちは？いや、どうしてもやっぱね、クールダウンがつかないね。次はどうでしょうか。ポーションバリアついたね。使えなくはないかな。もともとクールダウンついて、ポーションバリア。いやー、でもな、装備のコンセプトとちょっと合ってないのでダメですね。こっちは？ポーションバリアはついてる。でもやっぱりクールダウンがないんだよね。黄金も霊気で、まあ妥協点ではあるけども、よろしくない。こっちはダメですね。はい。じゃあ次行こう。どうだ。でも、エンチャント良くなってきてる気がするよ。ポーションバリアとクールダウン。まあまあ同じとこだけどね。でも入ってるってことで、すごくいいと思います。で、こっちは、良くない。これも良くないね。次は、どうだ。バーストボスリング。でも、クールダウンショットなし。こっちも良くない。ゴーストキンドラーはちょっと欲しいんだよね。ゴーストキンドラーは欲しい。クールダウンだけか。やっぱポーションバリアはね、いるんだよな。ポーションバリアは欲しいのよ。これだったら、あれだよね。帯電と、雷フォーカス、あれがついてたら、使いやすいんだよな。惜しい。クールダウンは突き出したね。いい感じかもしれません。次を見てみましょう。輝くローブ。クールダウン。輝くローブのクールダウン3ちょっと欲しいよね。まあ、出ないと思うけど。まあ、いりません。これもいらない。こっちはどうだ？下はね、悪くないかもしれない。重力。輝き、アイテムボーナス？黄金がよろしくないね。はい、次行きましょう。来い！怒りか。久しぶり見たね。不安定はまずよろしくないですね。怒り。ダイナモ。弱体化、リフレッシュ。まあ、使えなくはない。でも、虚無とクリティカルがあそこにあるんで、上はなんか微妙なやつがつきそうだな。痛みだったら嬉しいかな。どう？
爆発か。使えなくはないけど、あんまり火力は出なさそうね。こっちは、回復手段がちょっと微妙ですね。あ、でもこれは輝きの方がいいのかな。まあ、とにかく、いりません。次、どうだ？まあ、よろしくないけど見てみましょう。スパイダー。クールダウン、ポーションバリアなし。アックスブレードは、下は悪くないね。下は悪くないよ。リフレッシュ。クリティカルでも、爆発でもいいね。で、左に、痛みサイクル。悪くない。もともと、ダイナモ、まあ1だけどね、若干のダメージアップついてるんでいいんだけど、そうね、黄金に虚無がついてれば最高だったな。惜しい。今日惜しいの結構あるな。そろそろなんか欲しいな。エンチャー、惜しいんだよね。バーストボーストリング今日意外と出るんだよな。で、あとはまあよろしくないね。さっきのが10回目で、これが後半戦スタートですね。フルメタル、もう下見たらわかるね。何もついてないよ。どう？ソウルフォーカスいらない。これもいらない。無謀2がついたらダメだ。後半戦頼むよ。そろそろお願い。衝撃破産か。いや、違うんだ。下はね、でもね、重力とリフレッシュ一緒になったらダメ。よろしくない。こっちは。魂のハンタークロスは、無限ダイナモつくとそこそこ強いんで、欲しいよね。次。よくない。どうだ。下はいい。下のエンチャントはいい。爆発か。いや、そこがね、痛みサイクルかな。ダイナモでもよかった。どっちかがついたらよかったね。いや、欲しいんだよね、ボーンクラブは。よろしくない。いらないかな。どうだ。よくないな。こっちはもちろんいらないね。どう？ 8-3 か。いや、8がつくんだったら、重力の方が良かったかな。追い打ち、虚無、リフレッシュ。下は悪くないんだけどね。次行こう。お願い。無謀1がついてる。ダメですね。こっちも良くない。バーストゲイル。バーストゲイルはワンチャンある。どう？良くないなぁ。来い。使えなくはないけど、どうだろうなぁ。重力、リフレッシュ、クリティカル。いや、ここは雷かなぁ。いや、でもなぁ、雷入って、リフレッシュが発動しないならね、意味ないしね。悪くはないと思うんだけどね。ゴースト。ポーションバリアある。でもそれだけ。はい。次行こう。残り3回ですね。微妙かな。こっちもダメ。破片は？いやー、まず重力がないと使いにくいもんな。やめときましょう。では、あと2回です。ラスト2回。おっと、ハープだけどもね。マルチショットついてるんだよね。でもね、黄金はね、良くないよ。下は、まあ、面白いかなとは思う。マルチショットと毒矢と虚無なんかついたら面白そうではあるよね。まあ黄金が良くない。こっちは良くない。ダメだ。ではラストいきましょう。ラスト、おっと、ラストなんかいいぞ。まず殺戮はね、
まずいりません。ウィザー、重要な2つがついてない。よくないね。影だ、あと影来い。やっぱり重要な2つがつかない。よろしくない。今日はなんかちょっと微妙なやつがねいくつか出てる感じですね。まあ最高のやつなかなか出ないですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。